ヒラノ仕パリの舞台で躍動。SNS の影響力が0億円に、海外メディアが驚きの評価。YSL の渋谷ジャック、予想以上の注目を浴びる。こんにちは。今回は、ヒラノ仕さんがパリで展開されたイブサンローランのキャンペーンにおいて、驚きの成果を上げた話題をご紹介します。 これまでの記事では数値やランキングに焦点を当てましたが、今回はコミュニティの視点とイベントの社会的影響にスポットを当て、新しい視点から平野志洋さんの魅力を探ってみましょう。まず、このキャンペーンは渋谷を中心に展開され、街の至るところで平野志洋さんがイブ・サンローランのルージュ・ピュール・クチュールの NM ヌードニューズを持ったビジュアルが広がっています。 これはまさにワイルドポスティングの新しい試みであり、街の壁や塀に貼り付けられた広告が、街の一部となるようなアート的な演出が施されています。これにより、通常は関わりのない人々も、平野潮さんに注目し、渋谷を訪れるきっかけとなっているようです。2月3日から9日まで、渋谷を中心に広がるキャンペーンでは、平野潮さんが、ルイヴィトンのルージュピュールクチュールの NM ヌードミューズを持ち歩き、 まさに街中に彼の姿が広がっています。その姿は、まるでゲーム感覚で平野くんを見つけるような楽しさがあり、これが SNS を通じて拡散され、注目を集めているのです。このキャンペーンは、単なる広告ではなく、アートとしても楽しめる要素があります。フランスなどのおしゃれな都市で見られるような、街の一部に調和する広告という点が、これを特別なものにしています。 これにより、海外の方々も渋谷を訪れることが増え、その話題が SNS を通じて広がっています。何よりも注目すべきは、平野潮さんの個性とイブ・サンローランの商品が見事に調和している点です。イブ・サンローランのルージュピュールクチュールは40種類もあり、その中から選ぶことができるのですが、それがまるで洋服を選ぶような楽しさを感じさせます。商品のデザインも上質で、おしゃれであり、 ゴールドのキャップにはサンローランのロゴが小さく施されています。これはまさにファッションとメイクの融合と言えるでしょう。そして、平野耀さんのスタイリングも見逃せません。黒のジャケットに首元を開け、その中のシャツは左アモーチで上質な雰囲気が漂っています。首には小さなゴールドのネックレスが華やかさを加え、まるでイブ・サンローランのリップと調和しているようです。このキャンペーンの成功により、 平野史洋さんの価値が飛躍的に上がっていることは言うまでもありません。これからの展開にも期待が寄せられ、彼の個性がアジア全体に広まることで、ますますファンの期待も高まることでしょう。ファンの方々も喜びを共有し、SNS 上での投稿や拡散が広がっています。8000万、1億円のギャラについての噂も飛び交い、ますます期待が高まっています。 昨年の熱い活動を今年も取り戻してほしいという願いが込められています。これからも平野紫耀さんの活躍に期待し、彼が魅力を広げる姿勢に感銘を受けつつ、応援していきたいと思います。ファンとしての力は小さくても、心からの応援が彼のさらなる成功につながることでしょう。右見て、左見て、平野紫潮君に注目しましょう。最後に、平野紫耀さんへの応援メッセージも寄せられています。 彼の活躍が世界に広がり、他のメンバーにも良い環境が広がることを願っている様子が感じられます。